2020年度子どもたちの心を育む活動、受賞団体特定非営利活動法人障害学習サポート兵庫、兵庫県。活動テーマは生きる力を身につける無人島学校です。2007年より子どもたちの自立心を育むことを目的に7泊8日の無人島生活をする体験活動チャレンジアイランドを行っています。電気も水道も建物もない無人島、持ち込めるのは水と米と鶏のみとし、それ以外は自給自足で1日3食を食べることがテーマです。事前研修で自給自足のための手法を学び、事後研修では親子で体験を振り返り、お互いの思いを伝え合います。過酷な体験を通して自分と向き合い、共同生活における社会性、当たり前のことへの感謝の気持ち、実生活での生活力などが養われます。2020年はコロナ禍のため、1泊から2泊の少人数定員で数回に分けて実施しました。